3分観察教えちゃん。この番組はのどぐろ教え役の原田さやかが与えられたテーマについて3分間でひたすらはた3分でひたすら話していくミニ番組です。今回のお題は子供でもわかるキリングバイツということで、はい、小学1年生の皆さん、今回は、キリングバイツについて、子供でもねわかるようなキリングバイツをね私が説明しますよ。30秒です。ですねキリングバイツはそうですね、小学生の皆さんが見るにはちょっと刺激的かなっていうところもねあるんですけど、見ちゃダメなの？あ、見ていいですよ。でもお母さんの前ではね見ないでください。なんで？お母さんにテレビ消されちゃいますからね。お母さん好きだよ。お母さん好きですか？怖いの好きだよ。そうなんですか。あ、わかりました。お母さん好きなんですね、はいですね、キリングバイツっていうのはですね、動物さんたちがそのバトルをしていくっていう番組なんですよ。激しい争いからそのちょっとね、あーってなっちゃうような、それはね、ちょっとね、やっぱり皆さんがね、大人になってからのお楽しみということでね、やっぱ見ちゃダメなの？じゃあ1話の最初はちょっとピロピロってね、しとこうか。ピロピロって何？しとこうかね、あーってなっちゃうからね。あーって何？お母さんもあーってなる？パパもなる？あるんじゃないの？みんな静かに、ピロピロ、静かにして、ピロピロ。小学生大変ですね。まもなく2分よ。まだ2分ですか？意外とありますね。ちゃんと説明してごらん。はい、ですね、皆さん聞いてくれてますかね、小学生の皆さん、キリングバイツはですね、何度も言うようにバトルをする。何を聞いた？そうですね。あとね、おしえちゃんもね活躍するんで、おしえちゃん知ってますか？のどぐろ三つ教えのようでそうでないおしえちゃんっていう子がいるのでね、ちょっとね見て。どんな子？ですね、どんな子かというと、2分30秒、ひとみちゃんがね大好きな子なんですよ。ひとみちゃんのことが大好きすぎて。どのくらい好きなの？あ、もういっぱいいっぱいいっぱい好きです。みんながねお母さん大好きっていうように好きなんですよ。わかりますか？あれ、みんなお母さん好きだよね。あれ、みんな何その顔、どうしたの、何かあったの？眠いのかな。寝ちゃったね。ちょっとね、小さい子にも遅い時間だったから、ごめんね。はい、ここまで原田さやかでした。はい、終了赤崎千夏と原田さやかがお届けするレディオキリングバイツ獣人ウォッチングはインターネットラジオステーション音線で毎週金曜日配信中です。こちらもよろしくお願いいたします。